皆さんこんにちは、三つ千葉です。今回なんですけど、こちらのベローズのペンケースで、コンサイスっていう会社のベローズっていうペンケースで、筆箱紹介をしていきたいと思います。まあ、デザインはこんな感じで、シンプルな感じになってます。では早速中身を紹介していきます。まずチャックを開けるとこんな感じになっていて、ここを引き出すことによって、中身を全部出すことができます。こんな感じです。この中には、ポケットが一つついてます。では早速ね、ここから紹介していきます。まずこちら、黎明の白黒定規ですね。この筆箱に合う定規が、一番合う定規がこれだったのでこれにしました。結構これ安くてデザインもシンプルでいいと思います。そして消しゴムはこちらのモノのダストキャッチです。こちらなんですけど、これ消しゴムの中で一番自分が気に入ってるというか、とてもいい消しゴムだと思います。そしてこちらは、写真ケースですね。ハイポリマーの芯です。そして次、シャーペン3本入れてて、1本目はこちらの、ランスロットの2000円のランスロット2ですね。こちらのシャーペンはとても重いんですけど、傷がつきにくい加工がされていて、まあ、デザインもかっこよくてね、とてもいいシャーペンだと思います。そして、こちら、パイロットのクラッチポイントですね、の1000円のモデル。こちらのシャーペンは入れた芯を最後の1ミリまで書くことができるシャーペンですね。無印のあの有名なシャーペンとちょっとタイプが似てます。こちらもシンプルなデザインで好きですね。そしてこちら、グラフセン4プロの 0.4 ミリですね。 0.4 ってちょうどいい細さなんですよね、自分にとっては。 0.3 が自分は大好きなんですけど、その次に好きな芯形は 0.4 ですね。特に4プロの 0.4 ミリは結構書きやすいと思います。続いて多機能ペンはこちらの、ずっと使ってるプヤモルトの4プラス1ですね。デザインとてもいいですよね。これずっと気に入って使ってます。そしてこちら、無印の、赤ペンですね。これも安い、発色が安いし、しかも発色がいいんですよね。デザインはまあ本当に安っちいんですけど、なかなかいいシャーペンじゃなくて赤ペンです。とにかく発色がいいと思います。そして、こちら、サラサのオレンジですね。やっぱりオレンジペンは絶対必要ですね。暗記するときとかはもうこれがないと話にならないって感じですね。そして、蛍光ペンはこちらの蛍光とですね。まあ、ペン先がやっぱこんな感じになってるんで、なかなか、定規とかすぐいつも汚れちゃうんですけど、これだとなかなか汚れなくていいと思います。そしてこの内ポケットの中に入ってるものを紹介します。入ってるものはこちらの黎明のペンカットですね。いつもプラスのペンカットですけど、こっちの方がなんか合っていたのでこっちにしました。これもなかなか持ち手がちゃんとあって切りやすいのがいいところですよね。
そして最後こちらキエロピットの細身ですね。ノリはやっぱりこういうコンパクトなやつがいいですよね。こんな感じです。100円ショップでだいたい売ってるので結構このノリおすすめです。はい、以上中身こんな感じです。また質問とかリクエストがありましたらコメント欄の方でぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。